みんなおはよう。あの子はクラスで一番モテる女の子だ。男女どちらとも好かれててクラスの人気者って感じ。あ、ゆうちゃんおはよう。あ、おはよう。こんな私にだって毎日挨拶してくれる。ナナちゃんって本当いい子だな。後で一元一緒に同居していこう。あ、おはよう。そう、本性を知るまでは。ねえごめんゆうちゃん、私さ宿題やるの忘れちゃっててノート写させてもらってもいい？あうん、いいよ。はい、 ありがとう、助かる。あれノートない。ナナちゃんに貸したんだった。中学生の時やったんだけど、もう一回26歳やってもありかなと思って。どう思う？どうしよう、言いづらい。授業だぞ、座れ。おい、オドラ、ノートどうした？あ、いや、その忘れたら先に言え、次から点数引くぞ。すいません。あれ？今ナナちゃん笑った？え、びっくりした。私もめっちゃ驚いた。え、そうそう、その後ね。ナナちゃん、ん？どうしたの、ゆうちゃん？そうだ、ごめんなんだけど、ゆうちゃんのクッションファンデ貸してくれない？私持ってくの忘れちゃって、なのに今日の報告合コンなの。ああ、はい、ありがとう、超助かる。じゃあね。ああ、ノート返してって言えなかった。ナナ行こう。あ、行こう。え、なんか今日肌ツヤ良くない？え、全然そんなことないよ。え、いいな、何使ってんの？え、ティルティルのクッションファンデ。え、いいな、私も使いたい。いいよ。え、ありがとう。じゃあ行こうか。うん。あのクッションファンデって私が貸したやつだよね。私のなのに。ゆうちゃんおはよう。あ、おはよう。どうしよう、言わなきゃ言わなきゃ。あれ、どうしたの？あ、その、貸したやつ返して！え？あ、あげ、ごめん。貸したやつ、何のこと？え、ナナちゃん覚えてないの？まさかとぼけて仮パクする気？ひどい。私のノートのファンデ返してよ！え？あ、借りてたわ。え、ほんとごめんね、私人から借りたものも忘れちゃうし、借りたことも忘れちゃうの、ほんとごめん。あ、うん、いや、昔からの悪いところでさ、中学の時もそれで友達と何回も喧嘩してたし、ひどい時なんか絶交もしてたの。あ、そうだったんだ。だから言ってくれてほんとにありがとう。うん、あとクッションファンデさ、新しいの買ったから新品で返すね。え、いいのにそんな。ううん、本当にごめん。ナナちゃん仮パクしてくると思ったけど、ただの天然だった。私もなんなら新しいの用意してくれるなんて優しいな。あ、あとノートなんだけど。うん、ノートも新品で返すね。うん、それは困るやつ、絶対に前の返して。うん、私が使っちゃったからいいの。いや、いい、前の方がいい。うん、うん、だからせっかくだから。普通にノートはそういうのないから、あの前の返してもらえればいいから、今すぐ返して。うん、うん、いい、私が使ってたのを返してくれればいいから。うん、それはもう捨てたから大丈夫。捨てたら新しいのに買って。ほんとごめんね。いいから、新しいの、やめて。ほんとに、ほんとに。え？何？やんの？ごめんなさい。表でな、じゃあ。はい、出ます。
今日も最後まで見てくれてありがとう。関西コレクションの配信みんな見てくれたかな。めっちゃ結構いい感じだったんちゃうね、歌ね、歌あ、自分で歌って言っちゃって面白いです